追突事故で思い出した衝撃的というか、奇妙な縁があるなぁという感じの話。私は車好きの大学生で、バイト代が貯まった時に、ちょうどいい出物があって、車を買ったのが今年の初め。当たり前だけど、新しい車は買えないから買ったのは20年前の車。前々から欲しかった車種だし、いろいろ種が加えてあったから、お買い得だったなぁと思いつつ、先方から車を引き上げて、ナンバーを取るまで置かせてもらおうと思って、実家まで持ってきた。そうして帰宅した、私と車を見て、母親がすごく驚いた様子で、どうしてこれなの?と言ってきた。自分の稼いだ金で買うのだから、何を買ってもいいって言ったのそっちじゃん。と思いつつ、話を聞いて初めて知ったのが、どうやら、私が、2歳の頃に同じ色の同じ車種で大きな事故に遭っていたそうな。当時から車が大好きな子供だった私は、他の車がよく見えない後部座席にチャイルドシートをつけると泣き止まないので、あまりいいことではないが、しぶしぶ助手席に取り付けて乗せていたらしい。そんなある日、交差点で右折待ちをしていたところに直進しようとした大型ダンプが突っ込んできた。後部座席は完全に潰れて、よく前列座席まで潰れなかったなという状態だったとのこと。もし、あなたが車を好きでなかったら、助手席でないと泣き止まない子でなかったら、今、この場にいなかったかもしれないと言われて衝撃的でした。余談になるが、その時事故処理をしてくれた現場近くのディーラーの人が、私の車を見てくれているディーラーの営業で一番偉い人。